日本人男性ってどう思いますか。日本人男性ってどう思いますか。え、どう、うん、夜の時、それともデートする時。適当かける適当。カットカットカット。本日もカワチャンネルです。本日も適当にやっていきたいと思います。私ですね、196カ国に、お友達を作りたいと思いまして、本日はなんとちょっとスペシャルゲストなので、あ、後ほどね、どこの国かとかも聞いていきたいと思います。スペシャルゲストのさゆりマリリさんです。こんにちは、こんにちは、ケタールさゆりマリリです。YouTube やってます、チェックしてね。ソイペルアナ、ペルー出身です。ペルー、うん、あ、適当だけど適当。カットカットカット。ごめん、質問に移りまして、あなたの国の、一番の好きな食べ物は何ですか。セビーチェ。皆さん、ググって、今ググって。3つ目の質問なんですけど、あなたの国の一番の有名人って誰ですか。私、ペルー、ペルー。そうそうそう。言いたかった。あ、そういうこと。そういうこと。言いたかった。もう潰したい。潰した。の、ナタリー・ベルティスかな。ナタリー・ベルティス。そう、元ミスペルの人で、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、テレビでも有名だし、モデル業界でもニューヨークとか。イタリアとか、そう、いろんなとこ行ってるから、一番、個人的には一番の有名人かなって思います。え、写真とかってありますか。あ、あります、ここに、ここに。そこに、これが、めっちゃ綺麗じゃないですか。ほんとに綺麗、うわ、やばくないですか。そう、なんか、もうこんな感じの、純ペルー人の人です。いずれこの方ぐらいまでってことですか、サイルナインさんも。そう、そうですね。ペルーで一番有名なぐらい。そう、見てこの、ノーメイクなのに、この綺麗さ。同じ角度してみる。これ多分可愛くない？確かに可愛い。この人です。この子子持ちだよ。へえー。次の質問なんですけれども、あなたの国の間違ってみんながイメージしている、イメージ。外国人がよくペルー人ですって言った時に、なんか間違う、うん、これこういう印象だよねみたいなのすごい間違ってるのって何かありますか。めっちゃある。私はなんかもうペルーって言ったら世界遺産のマチュピチュ。あ、マチュピチュの人間になっちゃうみたいな。そう、だからなんかこういう私服をしてるとびっくりする。えみたいな。え、マチュピチュじゃないの。そう、あ、そういうこと。ポンチョみたいなの着てるんじゃないの。アルパカ持ってんじゃないの。そう、ペルー行ったらあれでしょ、こういう服着ないでしょみたいな言われたり。ああ、そういう、あと車あるとか聞かれたりしたこともある。本当に、うん、あ、東京だからちょっと頑張ってんのみたいな感じですか。そう、それなんですよ。なんかそういうイメージがあるね。 あとなんか私の顔を見て、あ、なんかペルー人ってもうちょっと違うイメージしてた。あ、本当ですか、うん、どういう感じのイメージ。もうちょっと多分茶色くて、あ、で、なんか鼻とかももうちょっとゴツゴツした。私どっちか、あー、もっとはっきりした顔立ちだれて、うん、ちょっと肌が、あー、うん、っていう印象の、うん、だってカーチさんよりちょっと明るくなっちゃった、ね、確かにそうそう、そんなびっくりされる。確かに、あ、そういうイメージある、うん、でもまあ日本も入っちゃってるからね。あー、だからまあちょうどいいって感じ。ちょうどいい、ちょうどいい、わかんないですお任せしますなんですけど、まあ、でもこれちょっと日本語喋ってるんでこれはあんまり使えないんですけど、じゃあ日本語で一番好きな言葉って何ですか。日本語でも英語でもスペイン語でも好きな言葉は愛です。愛、あ、いいですね。アモール、アモール、ラブ、あー、そう、それが一番好き。めっちゃ好き、いいですね。愛は全てのベースって言われてるから。愛は全てのベース、かっこいいよ。カットしようかな。はい、入れます。愛は全てのベース。そんなに入れる。ニューシングルみたいな。そんなに入れるんですか。怖いね。怖いです。普通の質問なんですけども、日本人男性ってどう思いますか。日本人男性ってどう思いますか。え、どう、うん、夜の時、それともデートする時。夜何です。夜の場面で違う。場面で違う。いや、何でもいいです。そのもうどう思うか。まず昼から、デート誘う前。デート誘う前はこっちからなんかちょくちょくこう埋めてあげないと
あ、誘ってくれないかなっていう人が多い。はいはいはい、はい、けどまあまあまあ自分に自信持ってる人とかは結構どの国もやっぱりいるんで、はいはいはい、ちゃんと誘ってくれるとかは人はいるけど、うん、まあ基本的にあんまり誘ってくれない。もし、まあ、恋があっちにあったとしてもちょっと聞かないと誘ってくれない、うん、そう、あと聞くの好きだからそうなんです、続くだけ逃げるあ、そういうことです。え、で、夜は違うんですか？昼の 夜はみんなド変態ってイメージ。あー、日本人やった。あ、そういうことですね。わかる。なんかこう、お昼をこうデート誘うのもすごいたどたどしいのに、結局好意になった瞬間、自分の癖をもう本当にうわーみたいな、うわーって感じ。ギャップありすぎじゃないですか？そんなイメージ、そんなイメージ。あー、なんか初めはすごい緊張してて、なんかこんななのに、うん、もうそこに入ったらもうそう、うわーって、うん、そう、そういうイメージがある。あー、からそう、楽しみがいがある。いや、楽しみ、いい表現そうなんです、ギャップがあるってことですね。ギャップが素敵。で、次、7個目の質問なんですけど、日本人女性についてはどう思います？やっぱりどの国も言えることだけど、賢い人とそうじゃない人で分かれちゃうから、あ、うん、なんか日本人女性のイメージとしてはあれだろうな、まあ、ちゃんと男性を引き立てようと頑張ってる。あー、そういうことで、うん、なんかちゃんとこうすごい頑張ってたりとか。あ、そうそう、分けないから、なんか来ましたって待っちゃってみたいな。いいっすね、いいっすね、分けてもらうから、ありがとうございますみたいなやっちゃうから。あ、確かにいいっすね。そういうところは確かに違うところがある。うん、そう、サービス精神旺盛、めっちゃ素敵。じゃあ最後、やっとめの質問なんですけれども、あなたの国の言葉でハチと友達と、ありがとうを教えてください。ハチはオチョ、オチョ、オチョ。友達はアミゴス、アミゴス、アミゴス、複数形ね、アミゴス、そう、複数形、アミゴスで。あ、ちなみになんかそのペルー独特のスラングありますか？あります。ペルー独特のスラングはアミゴスのことはカウサって言う、カウサ、カウサって言ったり、カウサ、あとはバテリア、バテリア、バテリア、アールバテリアとか、アールカウサ、へー、そう言っちゃったりする。どういう意味なんですか？もう友達、普通友達なんですけど、あ、そういう言い方。そうそうそう、それはもうペルーにしか使わない。そうですね、しかも使っちゃダメだよ。ね、そう、あんまりよく、やっぱ良くない。そう、良くない、スラングだから、スラングって良くないじゃん。そういうことなんです、うん、最後はありがとうで締めたいと思うんですけど、ありがとうって何でしょう？グラシアス、グラシアス、グラシアス、グラシアス。何もないですか？なんか日本だと例えばありがとうございますみたいなのあると思うんです。グラシアスって言ってハグとかチューとかするから、グラシアスって感じなんですね。そうそうそう、分かりにくい、あー、めちゃグラシアスみたいな感じで。あ、そういうことです。そう、だからいつも私が自分の動画の最後にあー、やってますね、なんかっていうのはそういう習慣、それを入れてるから。あ、じゃあ最後それでちょっと締めたいと思いますね。え、待って、ね、やり方わかんないです。そう、それそれそれ、で、ここら辺にハートのエフェクトつけるとつけられる技術がある。嬉しい、頑張ります頑張ります、はい、ということで、でご視聴ありがとうございました。グラシアス、グラス、せーの、グラシアス、ありがとうございます。甘めにみんな登録してー。